こんにちは。今回は2004年の大阪聖光学院中学校の入試問題です。問題の内容を確認しておきますね。図の四角形 ABCD は長方形です。この時、斜線をつけた部分、この5つの部分ですね。ここの面積の合計、これを求めてください。こういう問題になっています。では問題を解く人は今から問題を流しますので、その時点で動画を止めて考えてみてください。では解いていきましょう。これ大阪聖光学院中学の入試問題なんですけれども、四角1の小問なんですね。ですからそんなに時間はかけたくないです。できるだけ短時間で解いていきたいです。斜線をつけた部分、それぞれ台形、三角形、台形、台形、台形とこういう風になってますね。すべて高さが3センチ、こういう風に見ることができるんで、長さを出して、一つ一つここの長さを出していって、それぞれの面積合計してもらってもいいんですけれども、その場合って計算時間かかりますし、計算ミスですね、そういう風なことも出てくるかもしれないです。短時間できっちり合わせていきたいんで、こういった面積の合計を求める問題、図形を移動させていって、求めやすい形ですね。計算ミスのしにくい形の図形、これに変化させていく。こういうふうに考えていきます。では、まずはこのあたりなんですけども、この面積、この面積ってバラバラに求めるんじゃなくて、長方形からこれとこれ引いた方が簡単そうですし、さらにこことここの部分、どこかから持ってきて埋めることができたら、この長方形の面積求めるだけで済みますよね。じゃあ、こことここの台形なんですけれども、このままここに入れるっていうことはできないんで、これ区切ってこの中に入れていこうと思います。この面積と同じになるように、この面積と同じになるように、これを分割して考えます。はい、こういう風に区切りました。この三角形はそのままこれと同じ形ですね。これをここに入れてあげたらいいです。じゃあ、この三角形なんですけども、この部分を底辺と見てあげたら、高さは3センチです。この部分もここを底辺と見たら高さ3センチの三角形なんで、こことここ面積で等しい。これをここに入れてあげたらいい。残った部分どういう風にしてあげたらいいかっていうと、これはさっきと一緒ですね。ここと同じように考えて、底辺がここ。高さ3センチの三角形なんで、これをここに入れてあげることができます。これについても同じように、ここで線を引いて、これをここに入れてあげたらいいですね。そうすると斜線部分の面積というのは結局この長方形とこの台形になりますね。長方形2つ分からこの三角形引いてあげたらいいです。長方形は縦が4センチ、横3センチ。これ2つ分からこの三角形 3×2÷2。っていうことは24から3引いて21平方センチメートル。こういうふうにあっさり出すことができましたね。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。